皆さまこんにちはフリーアナウンサーの久保谷紗美ですこれより環境省再エネスタート集中キャンペーン総括イベント再エネ利用拡大に向けてを始めさせていただきますなお今回は新型コロナ対策のためウェブでの配信イベントとなります環境省は再生可能エネルギーを推進するためキャンペーンを実施しております 特に1月24日からは集中キャンペーンを行ってきました本日はその振り返りと次年度に向けての取り組みに向けディスカッションを行ってまいります本日のイベントを一緒に進めてまいりますのは環境省水大気環境局水環境課長の川又幸太郎さんですよろしくお願いいたしますはい環境省の川又ですよろしくお願いします 川又さんまずは環境省が行っている再エネスタートキャンペーンについて簡単に説明をお願いします。はい、えー、再生可能エネルギーってあのこ最近聞くことが多くなったというふうに思うんですけどもこのお再エネについてですね皆さんに、えー、よりよく知っていただこうとそして、えーま、活用していただこうというふうに考えて環境省としてはですねこの再エネスタートというキャンペーンを始めています。 でここにありますようにあのウェブサイトにですね、えー、その再エネって何っていう素朴な疑問から、はいあのー、再エネのメリットっていうものはどういうものなのかからそのじゃあ実際に再エネを活用してみようと思ったときにどういうやり方があるのかということを紹介しているページになります。であのー、対象としてはですね、はいえー、一般家庭それから企業自治体 そそれぞれぞについいいいててて専用のページをを設けてです、ね、そういったあ分かりやすす情報を集めていますで、えー、再エネといってもいろいろあるんですけども、はい、その中でも特にです、ね、ここにありますように再エネ電力への切り替えということで、まあ、あの電気使ってない人はいないと思うんですけども、はい、その電気をです、ね、再生可能エネルギーに変えるということができるんですけどまだあまり知られてないと。 と、はい、いうところがあるのでそこをまあ皆さんに知っていただきたいというのとあとあの、まあ、屋根の上です、ねうん、に太陽光を置くということも非常に有力なものでこれもあの参加しやすいもので、はい、あの一戸建てとかです、ね、屋根のあるご家庭であれば導入できますし、うん、企業さんなんかでもです、ね、導入しやすくて、まあ、最近すごい広がってきてはいるんですが、うん、それでもやっぱまだあ知られていない。 ところもございますので、まあ、そういったところをですね、えー、皆さんに知っていただこうということで是非このホームページもですね、えー、訪れていただきたいというふうに思ってますし、はい、まあそれを皆さんに知っていただくためにホームページだけじゃなくてですね今回集中キャンペーンということでイベントをぎゅっとこの2週間の間にいっぱいあの我々環境省だけじゃなくて、えー、この賛同いただける事業者さんも、はい、開催していただけましたのであの今日は そういった中身をです、ね、皆さんにご説明していただいて視聴している方々に再燃についてもっとよく知っていただけるようにしたいと思っています環境省だけでなく事業者の皆さんと共同でということで今回はロゴもあるんですよねそうですね。 あのこの環境省、先ほどのホームページサイエ燃スタートのページにです、ね、ダウンロードできるようにこれ用意してましてこれ、えー、店舗用ということで他にもポスターとかです、ね、ステッカーとかあるんですけども、はい、あのこの再燃を100%使用していただいているような店舗にこれ貼っていただいてで、まあ、あとで、ね。 あの加藤名蔵さんからお話があるんですけど実際やっていただいたところもありますのでそういったことも紹介していただきたいんですが、まあ、こういうのを店舗に貼っていただくと皆さんに目にする機会が増えて、はい、あのそういった関心も持っていただけるかなというふうに思ってますのでまたあの視聴者の方は今日は企業の方多いっていうふうにも聞いてるんで是非ご自身の企業とか店舗とかそういったところにもですねこれ貼っていただけたらなというふうに思ってます。 取り組みを行っている事業者同士の一体感も出そうですがこちらのポイントはどこでしょうか、はい、ポイントはですねこれあの頭文字 r リニューアブルエ e e n e っていう、まあ、再エネのです、ね、英語の R 頭文字にしていまして、はいまあ、ブルーとグリーンっていう、まあ、環境っぽいですねエコなあカラーにしましてでまたあのこの始めてみませんかという優しい感じの呼びかけで、はい、あの多くの人の心に響けばなという願いを込めて作ってます。 みんなで一緒にという気持ちですねそすねはい思われていますありがとうございますそして今日この取り組みの最終日を迎えるのが再エネスタート集中キャンペーンですこちらはキャンペーン期間中に公募した自治体や事業者などが対象でキャンペーン期間中に開催された 再エネに関わるイベントなどの情報を告知ページに掲載し各事業者が行っている活動をさらに大きくしていこうというものです本日2月4日までに47件の応募がありました応募は今後も続けてまいります今日は集中キャンペーンに参加していただいた方々の中からごく一部なんですがゲストとして会場にお招きいたしましたご紹介いたします画面左から 雑誌フラウ編集長の関達彦さん。はい、えー、フラウの関です。よろしくお願いします。アイチューザー株式会社の藤井敏次さん。アイチューザーの藤井です。よろしくお願いします。株式会社ロフトプロジェクトの加藤梅蔵さん。はい、ロフトプロジェクトの加藤梅蔵です。よろしくお願いします。そして一般社団法人 JDDA。 なずクリスさんです一般社団法人 JDDA の名ずクリスですよろしくお願いします皆さんよろしくお願いいたしますそれではそれぞれどのようなイベントやキャンペーンを開催されたのか伺ってまいりたいと思いますまずは講談社フラウ編集部編集長の関さんお願いいたしますはいお願いします われわれは環境省さんと一緒に、このキャンペーンのキックオフのイベントを開催させていただきました。そのご報告については、また後ほどゆっくりとして、私の方からはちょっとフロアウドをやっていることとか、紹介させていただきたいと思います。お願いします。私は講談社という雑誌の会社で、いろんな出版物があるんですけれども、ずっと女性誌ばかり、30年やっております。次、お願いします。左下あの アイ瀬はるかさんが横を向いているこれが2019年の1月号でこの時に初めて SDGs で女性誌ではもしかしたら世界で初めて一冊丸々 SDGs を作ったことになります次ちょっと言っていただいていいですかなんでこれを作ったかってことなんですけれどもこちら SDGs の認知率電通さん調べなんですが世界的には50%知っている時に日本はまだ14.8%しか 知らなかったんですねで今、現状では54%までいっているんですけれども、あの特に女性のグラフの赤い部分、女性の認知率が低いというのは、日本の s リ g ズが進まないのの理由になってしまうんじゃないかと思い、まあ、フラウというのがワンテーマーマガジンなので、1冊丸々やることで、ちょっと世の中は変わっていくんじゃないかということを期待して、えー、作ることにしました。前ののスライド戻っっててください、えー、そ,のそんなわけで一番左のを作ってから 最近では12月にも1冊がここに出てないのを出しましたのでトータル10冊の SDGs の号を作ってまいりました、えー、まあ女性誌ですのでこういったこう社会問題を扱う上であのこう難しくならずおしゃれに楽しくみんなで考えようというスタンスで 情報発信をしております。これからも環境省さんや他の企業さんと一緒にいろいろなことで進められたらいいと思っております。ではあの実際の今回のイベントのことについて担当の詐欺坂から説明させていただきます。はい詐欺坂です。よろしくお願いいたします。イベントの方なんですけれども2月 あ一月二十四日月曜日に行いました。はい。えこちらですね。え YouTube y o u t u ライブで生配信したんですけれども、えゲストにえ写真家冒険家の石川直樹さんからえ国立環境研究所の江森正太さんからタレントのバービーさんとモデルの長谷川美奈さんそしてここにいらっしゃる川俣さんにもえご登壇いただきました。はい。出させていただきました。ありがとうございます。次お願いします。 はいこんな感じであのまあコロナ禍ということもありオンラインとリアルの併用で行いました次お願いしますえっと今回ですね鎌田さんとご相談する中でまあ、一般の消費者に対して生活者に対して、えー、どういうふうに伝えたらいいんだろうということでまず自分ごと化してほしいねと、うん、あの いいことだからやらなきゃダメだっていう伝え方ではなくて自分ごと化してほしいということでこういう構成にしました第1部では地球の今を知るということで石川直樹さんが実際にアラスカのシシュマレフだったりヒマラヤの氷山だったり知床、まあの流氷っていうようなことを体験されてきた写真とともにお話をいただきました。で次お願いします で第2部ではあの実際の気候温暖化の対策として再生可能エネルギーがとっても大事なんだよということを江守先生からお話しいただきながら、えーまあ、本当に知ろうと分からないことが多いという立場でバービーさんからいろんなご質問をいただいたり、えー、視聴者の質問などにも答えながらお話をしていきました。で川俣さんにも会話ディスカッションに加わっていただいていろいろお話を伺っていきました。 次お願いいたしますでちょっとすみますすせん見づらいんですがイベントの満足度はあの100%が満足非常に満足ということで非常に良い結果が出ました、うん、で中でもです、ねえーま、気候温暖化のことがより深く理解できたという人が7割以上いましてで再生可能エネルギーについては、えー、その重要性を3割以上の人が改めて実感したと。うんで えー、再エネへの切り替えですね自分でできるアクションとして4割以上の人が自分もやろうという気持ちになったというふうに答えてくれています、えー、次お願いいたします、えー、とちょっとアンケートのコメントなんですけれども、まあ、とにかくこういう分かりやすく教えてもらえるイベントがあって本当に良かったとでこれからもぜひこういう機会を作ってほしいとあの地方からの方も参加されてたので、まあ、オンラインであることが非常に良かったというふうにお話をいただきました それからあのこうやって対話ができることがあるということがやっぱり非常に大切だなということで、えー、自分もこういうことを自分事と,として捉えて、えー、周りにも発信していきたいというような声も多くもらっています,、えーそうですね。なので本当に最初に川又さんとお話しした自分事化して再エネを考えてもらうということがあのうまくいったんじゃないかなと思っております。 いやあのこれ僕も出させていただいたんですけどあの今のアンケートの結果とかもあの非常にあの勇気づけられるというか、うん、あのやってよかったなっていうふうに思うんですけども、うん、あのやっぱり我々環境省側の反省としてはやっぱり何て言うんですかねちょっと専門的になってしまうというか、はい、とっつきにくい。 ととところがあると思うんですよね一般の人にとっては、うん、何かあのやっぱり知識がないからちょっとそういうのに参加するのはどうかなというのがあると思うんで、まあ、今回は本当にあの全然そういうのがない方でもですね分かりやすく伝えようっていうことで写真家の石川さんの、はい、本当あの写真って、まあ、100分は一見にしかずじゃないですけどもあのインパクトのあるものになりますしやっぱそういうのを見て気候変動の。 大変さとかっていうのもあの、まあ、認識してもらえるっていうところありますしまたあのバービーさんも出てきていただいてやっぱりその再エネ電気への切り替えっていうことに対してやっぱりその、えー、知らない人目線で「はい、あ大丈夫なの?」とかあの「どういうふうにやったらいいのか分かんない」とか、まあ、そういうようなやり取りの中で具体的に あの、そこら辺の説明したところが、さっきの分かりやすかったっていうところにつながっているのかなと思ってますので。まあ、あの、今回を生かしてですね。我々もできるだけ、あの、分かりやすい、とっつきやすい。あの、説明イベントっていうものを、これからも続けていきたいなと思いました、はい。身近に自分ごとというのがキーワードかもしれないですね。ありがとうございます。続きまして、アイチューザ株式会社の藤井さん、お願いします。はい。よろしくお願いします。アイチューザの藤井でございます。 えっとアイチューズはですね、あの元々オランダ本社の会社なんですけれども、2008年からこの共同購入事業というですね、あの非常にその効率的に再権を普及拡大する事業を行ってまして、2019年から日本でもこの事業を実施しております。スライドお願いします。はい、今ここにあのご説明したようにですね。 我々アイチューザーの会社概要ですね、グループパワーでベストチョイスをと書いてあるんですが、あまり聞き慣れない言葉だなと思うんですが、ちょっと次のスライドお願いします。ちょっとすみません、見えにくいんですが、アイチューザーのグループパワーチョイス、一人で買えるものの量は限られてますと、やはりその個人の需要ってとてもちっちゃいんですよね、だけど、10人集まったら、100人集まったら、結構購買力高まりますよねと。 こういうふうにですね、賢くお得な選択肢を得るお買い物、特にこれで再エネを普及拡大できるということなんですけれども、それってあの、あまりお金か,か,あのかけなくてもできますよということが、すね、我々のこの共同購入事業、グループパイチョイスと呼んでるんですが、一つの大きな特徴になってます。で、このグループパイチョイスを使って、今、えー、お得な再エネ電力へに切り替えましょうというのが一つ。 もう一つはです、ね、太陽光パネル、蓄電池、えー、これをです、ねえー、まあお得に買っていきましょう、えー、分散型電源、自分で発電した電気を自分で使っていきましょうと、この2つの今、事業を行っています、次お願いします。で、えー、と2019年から始めましたと申し上げましたけど、えー、と3年間でこれだけの,あの自治体さんとです、ねえー、協定を締結して、今、事業を行っています。 えーとここに書いてあるようにです、ね、今、取り組む自治体さん、えー、合計で20ぐらいあります、でさらにことし14、号増える予定なので、どん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 全国に広まっているというふうにあの感じてます。次お願いします、はい、であの我々、この事業の中で,です、ね、感じていること、やはり一つはです、ねえー、取り組む自治体さんがいないと、われわれ事業できないんで。 この事業拡大のためにもっといろんな自治体さんにこの事業、グループパワーチョイスですね、知ってもらいたいということで、えー、と先週、共同購入サミットをです、ねえー、と開催しました。これはですね、すでにもう取り組まれて実施している、共同購入事業、グループパワーチョイスを実施している自治体さんにですね、どういう目的で、どういう目、えー、どういう目的で、 えーまあ、あのこの共同購入事業、どういうところが良くてです、ねえー、取り入れられたんですかというところと、うん、あと、まあ、この3年間やってきて、どういうことができましたかということを具体的にあの、えー、話してもらうということと、あともう一つ大切なのは、これからの取り入れる自治体さんがです、ね、でも、苦労って結構あるんでしょということで、うん、その辺もですねもうざっくばらに話してもらって、えー、その成果と、 あとまあ苦労がですねどこにあったのかということをですねあのこの共同購入サミットでえ話させてもらいました。次お願いします、はい、で実際、この共同購入サミットのパネルディスカッションで自治体の皆さんに話してもらったこととですねあとはえと今、会津若松市ではですねえとスマートシティかなり進んでいるんですが。 あのそこのえサポートしている会社がアクセンチュアという会社でございましてあのアクセンチュアの方が、えー、どういうふうにスマートシティをやっていくのかその意義って何なのかということをです、ねうん、説明していただきあともう一つはあの一橋大学の、えー、竹内准教授、えー、と行動経済学非常にあの専門とされているあの先生なんですけれども、えー、行動経済学行動科学をです、ね、活用してどういうふうにあの市民の皆さんに行動変容を もたらすのかもたらせばいいのかということをですねあのご講義いただきました。ということで、えー、と自治体への、えー、もっと知ってもらいたいということあと2部はですねまたこの後あると思うんですけれども、はい、我々その自治体の皆さんにだけにアップローチするじゃダメでやっぱり若い人たちにですねあのもっといろいろこれを知ってもらいたい。 再燃って何なのっていうことを知ってもらいたいということで、二部ではそれもあの話しさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こう再生可能エネルギーにまだどうしても高いというイメージがあったんですけれども、そうではないということを示す一つの取り組みですね。ありがとうございました。続きまして、株式会社ロフトプロジェクトの加藤さんお願いします。はい、よろしくお願いしますえ。弊社です。弊社はですね、あの東京横浜 大阪で,です、ね、ライブハウスを運営してるんですけれども今回ですね、えー、集中キャンペーンで、えー、弊社の下北沢のです、ね、ライブハウスで「GetEnergyUONT」というです、ね、ライブを行いましたじゃあ,あこちらですねこちらのライブを、えー、3組のアーティストとあとカンファレンスを行っておりますじゃあ次お願いしますまず会場なんですけどこれあの下北沢の駅前にですね下北フロントという、えー、ビルがあるんですけどこちらですね、えー、去年の2月にですね みんな電力の再、ね、エネ100%に切り替わっていまして今はです、ね、あの長野の水力発電を主に使っている電気をです、ね、でこのビル自体が賄っております。じゃあ次お願いしますでですねライブの出演者なんですけどこのアッコゴリラさんっていうです、ね、このまだ若いラッパーの方なんですけどこの、ね、歌詞が、ね「マイ・ライフ・マイ・チョイス」っていうね これまさにですねこの今回の再エネのキャンペーンにふさわしいなと思って出てもらいましたじゃあ次お願いします次はですねこの佐藤泰治さんっていうですねシアターブルクっていうバンドの人でも有名なんですけどソーラー武道館っていうですねあのフェスをですね10年間やってるんで中津川でやってるんですけどこのフェスがすごくユニークであの全てその場でソーラーパネルを置いて発電した電気を使ってフェスを行っているっていうすごく画期的なことをやってて。 これねあの,この日俺は太陽と直で契約してるんだぜって言ってましたさすがだなと思いましたこういうこと言える人もね大一さんぐらいしかいないかなと思いましたはい次お願いしますで、えー「伊藤聖子 IsThePoet」っていうですね伊藤聖子さんの、えー、こうダブバンドなんですけど 成功さんもね電気は自分たちで作れるし自分で選べるんだっていう、ね、この日も言っておりましたがご自身がね伊藤成功発電所っていうのをまさに立ち上げてですねもう自分で作る方に今回ってるというですね、えー、すごい先進的なことをやってるバンドですねまあもう本当この日の鳥にふさわしい演奏でしたであの次お願いします でこのライブのほかにです、ね、カンファレンスも2つやりまして出演者のほかにもです、ね、あの Z 世代の,、ね、あの子たちがやっているクライメート・ライブ・ジャパンというのがあるんですけどそちらの方が、ね、参加されたりしてあと川本さんが、ね、ホストで来ていただいたんですけどえあ時間も遅だな川本さんが、ね、最後に、えー、終わった後に「いや今日は音楽も素晴らしいけどこれが全部再エネ100%で賄われると思う」と。 余計気持ちいいねなんて言ってたんですけどまさにね本当に音楽とサイレンの気持ちよさを体現したライブとなりましたありがとうございましたいや本当最高に盛り上がったライブでですね、はいまあ、コロナ禍っていうことで本当は有観客でやりたかったんですけど、うん、無観客ライブ配信っていう形でやりまして、はい、あとあのアーカイブもですね今あの配信中で、はい、まだ見れるんですよね全編。はい 今日まで今日の23時59分までってとりあえずなってるんですけどあ、はい、まあちょっとまたねそれ先でも見れるようにしようねっていう話をちょっと加藤梅澤さんともしてたりするんでただあれですから今日中に、ね、<laughs> 見ていただいた方がいいから確実かなと。 いうふうに思います。すみません、一つ言い忘れました。はい、言いあのステッカーね。これ、これね。これ、ちゃんと貼ってますんで、うちの店も。うん、これね、さっきのトークの後ろに、これ置いてもらってて、<laughs> ね、あの、もう第一号ですよね。はい、これを貼っていただいて、あの、その話も。させていただいたんですけど。はい まあやっぱりそういう形でねあのその時も話したのがもうこういうのを貼ってる店じゃないと、うん、まあ行きたくないよねみたいなもう貼ってるのが当たり前みたいな、うん、そんな世の中作っていけたらいいなという,ふうに思ってるのでまたあのこういうサイネライブの企画とかっていうのは是非やりたいなって思ってて思ます再生可能エネルギーで聴く音楽い,い,、ね、いやすごい音質いいらしいんですよね。はあ そうですソーラーラ武道館はやっぱ温室がいいっていうのが売りだそうですね、はい、なんか佐藤沙耶さんはもう猿でもわかるって言ってましたその違いが <laughs> そ普通の電気と、はい、そのソーラーから直にやってるものと僕もぜひそれ味わいたいなと思ってまた今年の,、はい、あの9月末ぐらいに中津川でソーラー武道館やるっていうことになってるみたいなまで <laughs> ぜひ皆様も楽しみにしていてください。 え、そして最後に一般社団法人 jdda のなずさんお願いいたします。こんにちは。一般社団法人 jdda の謎クリスと言いますえー、私はあのまあ、dj でありながらまあ、実演家アーティストの立場として、えー、先ほどあの？ ロフトの加藤社長からあの紹介がありました。あのゲットエナジーユーオントというイベントに、えー、伊藤聖光イズザポエットとナズワという DJ ユニットで出演しました。あのー、私は別であのダーティーサーティープロダクションというあのー、会社を経営してまして伊藤聖光イズザポエットのマネジメントをしているっていう立場から、えー、バンドごとサイエネイベントをみんなでやろうというふうにまあそんな立て付けでやっています。そしてあのー、まあこのゲットエナジーユーオントとかこのサイエネウィークに参加した。 きっかけとなったといっても過言でもないイベントがこの東京ダンスミュージックウィーク、私たちのアーティスト団体 JDDA が発起、主催している1週間のイベントになりまして、コロナ禍始まった2020年にスタートしました。次に行きますと、 えーまあ、ソーシャルディスタンス、えー、不要不急、えー、夜の街という、まあ、そういった、えー、言葉が飛び出した中でまさにエンターテインメント業界っていうのは人を集めて 人々にリアルに音楽や感動を届けることで成り立っていた業界だったので人を集めちゃいけない夜の街に出ちゃいけないそういうソーシャルディスタンスをお客さんとファンと取らなきゃいけない中に改めて持続可能な活動って何なんだろう再生するパワー人に感動を伝えるコミュニケーションっていうのは何なんだろうというふうにまあ 自問自答しまして、じゃあこの一週間の中で何か答えをつかもうということでアーティスト団体で立ち上げたという経緯です。次に行きます。えー、初年度なんですが十八万人が一週間で視聴してくれて、えー、まあ。 東京タワーを最終日の会場ということで、これ、東京タワーを1ヶ月前に貸してくださいっていう形で、本当にもう奇跡的に、まあ、の東京タワーの皆さんや観光協会の皆さんが協力してくれて、そういうことだったらみんなでやろうということで、東京タワーを1日、再生エネルギー100%に変えてイベントを実施したんですけれども、えーまあ、次に行きます。 でこれあの昨年の一番最新のイベントで、まあ、2年目ということなんですが、えー、こちらもまさしくあの2年目も東京タワーを再エネ化して、えー、さまざまなあの加藤社長のロフトとかそのスペースシャワーさんの、えー、ライブハウスをお借りしたりして、えー、実施したり協力したりということだったんですけど、まあ、何がやりたいかということなんですけどあの世界気候行動サミット2019年にグレタさんがあの登壇して有名になったサミット なんですけど16歳二十歳学生の子たちがそれを叫んで気候変動という問題がまあオ,ープンオープンになったというか世界中で、まあ、あの知られることとなったということなんですけどこれあの世界経済フォーラムの調べだと世界中のミレニアル世代 約半分が気候変動を意識してるっていう状態で Z 世代だと90%が気候変動に対して関心があるという回答に比べてやっぱり日本っていうのはまだまだ意識が高まってないあの小学校の中だともう授業に組み込まれてたりするんですけどなかなかミレニアル世代というとまあ30代後半ぐらいまでの世代指すんですけど楽しくないと何かピンとこない。 っていう状態があるんですねでこのダンスミュージックとか音楽とかっていうのは世代問わず、まあ、特に Z 世代ミレニアル世代が楽しんでる、えー、実際プレイヤーであったりとか音楽を聴く立場だったりライブに行く立場だったりするので先ほど紹介もありましたけどソーラー武道館のように、えー、ライブをやってるんだけど 太陽光でやってるよでもライブをまず楽しんでねっていうことだったりとか1週間こうやってイベントをやってるよ小室哲哉さんや杉蔵さんルナシーの杉蔵さんが気候変動とかそういうグリーンエネルギーについてカンファレンスしてるじゃあちょっと聞いてみようかなっていうやっぱりきっかけが欲しかったんですね。でそういっったところでやっぱり今日本 支えている、まあ、中間世代30代40代がそうかって思わなきゃいけないですしその、まあ、子ども世代だったりその下の世代だったりする Z 世代がじゃあお父さんお母さんもお兄さんお姉さんもやってるから自分たちの方が長く生きるしちょっと考えなきゃなっていう、まあ、そういうきっかけにしたいと思ったことが一番でしたで次にいきますであの私があのナビゲーターも務めている j「j w a v e 東京マットスピンとっていう番組があります次にいきます。 で本当に幅広い20代から60代までのしゃべり手がみんなアーティストなんですがしゃべっているという番組でしてで次に行きます、まあ、例えばラジオ観光協会アーティストライブハウスナイトクラブそういったところからそういういろいろな世代特にミレニアル Z 世代の人たちに語りかけていくことこういうことがエンターテインメント業界ができることなんじゃないかと次にいきます。 思いまして、あのまあ、関心のある企業さんにみんなに相談して、みんな電力の大石さんや、えー、伊藤成功発電所をやっている伊藤さん、そして、えー、まあ港区の入江信子議員、いろいろな行政府や官民の人たちが一体になってです、ね、次にいきます。じゃあ、やれることをみんなでやろうと、で再生ってあのリニューアブルという英単語でもあります。 でも再生っていうと音楽をプレイするというプレイという単語もあるか地球や電気や音楽やエンターテインメントを考えるときに一つの言葉をいろんな解釈に変えてやっぱり若い世代中間世代がここから引っ張っていかなきゃいけないんじゃないか、まあ、そういったことがきっかけになって、えー、今年の再エネウィークにつながったりしているので本当に一つ一つのきっかけをまあ大事にしてですね若い世代エンターテインメントから SDGs を伝えていく気候変動の問題を訴えかけていくっていうことが非常に大事だなと実感してちょっと今年3年目なんですがまだまだ頑張っていきたいなとラジオからエンターテインメントからいろんなことを伝えていきたいなとそう思ってますありがとうございますいやあの僕もなずさんと、はい、あの知り合ったのがあの2年前の第1回東京ダンスミュージックウィークであのカンファレンス出させていただいてですね、はい、であの そ梅澤さんも加藤梅澤さんも去年の東京ダンスミュージックウィークの時に一緒に、はい、まあその一環であのトークさせていただいて、うん、でそこで、まあ、こういう再エネライブみたいなのやりたいよねっていう話になってあの先週の金曜日の。はい あのライブにつながったとっいうことで、うん、まあ今だんだんとまあそこでまたねさっきのソーラー武道館とか佐藤泰治さんとかそこら辺ともまたやりましょうっていうような話になってこの輪がどんどん広がってそういうのをやってくれるアーティストの方ももっともっと増えていくと、うん、あのより多くの人が楽しくその気候変動について考えて学んでいけるっていう場が。 できてててくるのかなと思ってまして、はい、あの私もそれまであんまりそんな音楽業界とつながりなかったんですけど那須 <laughs> <laughs> さんのおかげでねいろんな方紹介していただいてこれからその輪をどんどん広げていきたいなと思ってます。うん、の最初一、ね、人だった再エネ切り替えのアーティストが今やあの社団法人 JDDA の中だと半分の理事が。 自宅だったり事務所を再生エネルギーに切り替えてますので、らすごく広がってるなっていう実感です。もう南さんが営業部長的にな <laughs> そで、ね、再生切り替え進めてってくれるんで、そう、はいね、そ,そう環境省のアンバサダーにしてもらえないかなと思います<笑><笑>い。それはもう検討させていただきます。<laughs> ありがとうございます。<laughs> ます今後の広がりがますます楽しみです。四社それぞれの取り組みを伺いました。ありがとうございました。さてこの後は。 再エネ市場を拡大するための取り組みや問題点などについてディスカッションをしていきますゲストチェンジがございますのでしばらくお待ちください